サンフレッチェレディース2022スプラッシュの皆さんです。皆さんこんにちは。こんにちは。2回目のステージ見に来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。はい、願いっくにぎわいステージ最後のプログラムを詰めさせていただきます。サンフレッチェレディース2022スプラッシュです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは1年間の感謝の思いを込めてこの曲を披露させてください。それでは聴いてください。 Smile for me。 皆さんぜひ手拍子してください。ありがとうございます。ありがとうございます。限られて短いから、この時間は宝物、パワーが届けられていたらいいなと思います。まずはじゃあ自己紹介しますか。はい、じゃあそれでは自己紹介をします。愛子です。はくなです。
ココハです。アイです。モモです。バコです。レイカです。ミクです。ユキナです。な9人合わせてスプラッシュです。よろしくお願いします。はい、ここでね、いつもの恒例の企画いきましょうか。スプラッシュの気になるスタグル紹介。はい、今日紹介する商品は皆さんから見て右手にある牛すじ煮込みうどんです。イエーイ。先ほどね、私がいただいたのですが、すごくね、お肉もいろんな種類が入ってて、うどんももちもちですごく美味しいので、皆さんもう食べられたよって方もいらっしゃると思うんですけど、ぜひ試合が始まる前食べてみてください。はい、はい、ということで次の曲は、はい、なんと私がソロで歌わせていただきます。1年間、私は2019年から3シーズンサンフレッチェレディースとして活動させていただいて、本当にスプラッシュの中でも紫色担当ということで、すごく皆さんからね、応援していただくことがすごく多くて本当に嬉しかったです。活動ね、まだまだこれから一人で頑張っていくつもりなので、ぜひ引き続き応援よろしくお願いします。そんな思いを込めてこの曲を歌わせていただきます。それでは聴いてください。頑張るけん。ありがとうございます。ありがとうございます。サンフレッチェリリースとして最後のステージ、しっかり頑張りたいと思いますので、最後までよろしくお願いします。広島のエディオンスタジアムで歌ってくれて、ももちゃんの歌声が聞けて
とても嬉しかったです。はい、愛ちゃんも涙目でしたけど、はい、すごくこの曲も大好きな曲で、スプラッシュの先輩もね、たくさん歌ってきた曲で、皆さんにこれから頑張るけんっていう思いを込めて歌わせていただきました。はい、そしてここでちょっとこの場をお借りして、ちょっとお借りしたいのですが、なんと、ファンの方から、ファン一同の方からももちゃんにプレゼントです。めっちゃ可愛いと思って。達也、おめでとうございます。ありがとうございます。すごい、めっちゃ可愛い。ありがとうございます。サプライズということで、ありがとうございます。はい、めっちゃ可愛い、はい、可愛い。もう部屋のど真ん中に飾ります。ど真ん中、ありがとうございます。せっかくなんでちょっと記念撮影もさせていただこう、うんうん、ありがとうございます。はい、嬉しい。ちょっとありがとうございます。本当にありがとうございます。じゃあそれでは、うん、いけるかな、いけるかな。はい、じゃあ真ん中の方から、はい、いきます。せーの、1、2、3、フレッチ。はい、じゃあ次、右の方、皆さんから見て左の方いきます。せーの、1、2、3、フレッチ。はい、ということで次、皆さん右の方いきますよ。せーの、1、2、3、フレッチ。 OK かな、はい、じゃあ極限右の方、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ファンの方からいただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。おめでとう。ありがとう。じゃあ究極に右の方、はい、いきましょう。せーの、1、2、3、フレッチ。ありがとうございます、はい、本当にありがとうございます。ということでおめでとうございます。改めてということで、そう、後でしっかり見させていただきます。ありがとうございます。本当に、はい、ではなんともう早いことに最後の曲になります。そして最後の曲は勝利の笑みを君とさせていただくのですが、皆さんにちょっと協力していただきたいのですが、皆さん、はい、拳を上げてください。はい、このところで、あのサビのところでぜひ一緒に、こうなんて言えばいい、打つ感じで、試合前しっかり今日も勝利をつかめるよう、一緒にお願いします。ぜひお願いします。わかりやすいと思いますので、ぜひ皆さん一緒にやってみてください。お願いします。ではそれでは聞いてください、勝利の笑みを君と。胸でっかい誇りを掲げていこう、まだ上信じてるよ。高い壁だろうとも、どんな敵であっても奪いに行くんだ。
させていただこうと思います。私たちサンフレッチェリリースは2014年シーズンから9シーズン連続でスプラッシュが務めさせていただきました。そんな、ね、先輩方からこんな偉大な仕事を受け継げたこと本当に嬉しく思っています。このようなきっかけ機会を作ってくださったサンフレッチェ広島のスタッフの皆さん、そして今ここに来てくださっている応援してくださっている皆さんには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。私たちサンフレッチェレディースは今日でサンフレッチェレディースとしてのお仕事は終わりとなりますが、サンフレッチェ広島のファミリー、そしてサポーターとしてこれからもずっとサンフレッチェ広島を応援していきたいと思っています。ぜひこれからも皆さんと一緒にサンフレッチェ広島の紫の選手たちぶち熱く一緒に応援させてください。よろしくお願いします。掴み取って、そしてスタジアムを紫に染めて一緒に勝って終わりましょう、はい、本当に1年間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後なので、はい、最後にじ
降りましょう。はい、最後に皆さんと一緒に